め。
てんのだ。ロケット。調子はどう？元気にしていたか？その言葉。おお、頑張ってくれたようだね。また顔を出してくれよ。お尋ね者を多く仕留めてくれて助かっている。礼を言うぞ。今後もよろしく頼む。君ですか。よう。実はあんたと一緒にまた出かけたいんだが、どうだ。とても重要な用事でな。とだけ言っておく。安心しろ。今回は高橋たちにもちゃんと話してやる。いつぞやのじいさんの一件で懲りたからな。あんたの都合が良ければ早速出かけよう。そうか、ならもう少し。あんたの都合。行き先は行けばわかる。ついてこい。はや。俺に続いてくれ。京都へは前にも来たことがあるんだ。懐かしいな。
地ではこんな風に時が流れるんだな。そこの怪しげな二人、止まらんか。どこへ行くつもりだ。お、ご苦労さん。ちょいと野暮用でな。通らせてもらうぜ。何を抜かす。通すわけにはいかん。どうしても通りたいというなら、有金の半分を置いていけ。貴様らのような浪人風情、その気になればいくらでもしょっぴけるのだぞ。俺が浪人。やれやれ。そういやそうだったな。お目見え以上の役人じゃなけりゃ知るわけもない。何をごちゃごちゃ話しておる。こちらも暇ではないのだぞ。新選組と関わりのある方でしたか。大変失礼しました。ささどうぞお通りを。片付いたか。とんだ邪魔が入ったな。新選組の連中が知ったら嘆くだろうぜ。共に京を守る同心が。気につくな。ああ、ここだ。ちょうど場が立っ、兄さんたちやっていくか。そうだな。ここへ来たかったんだ。二条城にはないからな。安心しろ、種銭は俺が出すよ。さあ入ろう。入ります。さあ、はったはった。ようござんすね、三道の長。はあ、やったぞ。次。いい調子。さあ、はったはった。ようござんすね、五六の半。次。お、さて遊びはこの。どうした。立ち止まって。征夷大将軍徳川慶喜公とお見受けする。我ら黒須が受けた恨み晴らさせていただくということだ。助太刀頼めるか。Yeah!
せわれと。やめねえ！今日で逆賊が倒幕の企てを進めているとつかんでな。俺が出ていくという噂を流せば釣り出せると踏んだのさ。そう言っただろ。疑っていたのか。しかし因果な話になっちまったな。クロスのものだったあんたには。そんな気はないだろ。あれば御前試合でやっていたはずだ。ともあれ面倒をかけたな。付き合ってくれてありがとうよ。あんたと賭場で遊べて楽しかったぜ。またな。待て。
懐かしいものよ。よもや再びその立ち筋を見ようとは。お主と会うのは二度目だが、あの時はじっくり見定める暇がなかったゆえな。一つだけ問う。お主の師は今何をしている？己の弟子相手に非情になりきれなかったか。あやつらしい。もはやクロスはなく、わしは己が使命に従うのみ。次に立ちはだかれば斬る。獣め、来やがったぞ。
調子はようござ。これを主さんの役に立つことを祈っておりんす。何かご用でありんすか？まことでござりんすか？ぜ顔を見せてくれなしてまことにうれしゅうおりんす。他にもお望みがありんしょうか？次は ケチのつけようもある。ああ、さよで何か。まあ、さござる。では、おさらばへ。前にあんたと幕臣の悪事を暴こうとした時襲ってきたじいさんがいただろう。あれからも奴は幕臣らへの襲撃を続けている。自らの仕業だと見せつけるような手口でな。奴の目的も正体もわからんままだ。お庭番に探らせてはいるんだが。なんだと。そうか、あいつもクロスの者か。賭場で始末した連中のお仲間ってわけだな。あのじいさん、あんたとも馴染みなのか？そうか、クロスの人間が国をなくしても果たすべき悲願。奴の目的に見当はつくな。そうだ、奴の狙いは俺だ。この件は幕府で手だれを揃えて対処するつもりだったが、あんたと二人でケリをつけたくなってきた。いいや、今回もあるんだ。最初は日の本が一大事って時に過去の恨みにこだわり続ける奴なんて無視しようと思ってた。だが幕府に将軍に恨みを持つ連中がいるのは事実だ。そこから目をそらすのはどうにも寝覚めが悪くてな。今まであちこちへ出向いてきたのも俺がそういう性分だからだ。将軍になろうと向き合うべきことにはちゃんと向き合いたい。あのじいさんの居場所は目星がついている。祇園の社らしい。また助太刀を頼めるか。あんたならそう言ってくれると思っていた。最後まで付き合ってくれよ。俺に続いてくれ。せい！はあ！クロスは俺が将軍になった時すでに取り潰されていた。あんたのことを知ってから調べさせてもらったよ。幕府を滅ぼすことを使命にあれだけのことをやっていたんだ。
その時俺が将軍でも取り潰しただろうな。だがそもそもなぜ黒須はそこまで幕府を憎んでいたのか。連中が過去の恨みをずっと引きずり、幕府もそれを押さえつけてきたからだ。遥か昔の遺恨が未だ消えやしねえ。長州も同じさ。またぞろ大きな戦を起こすかもしれない。こんなことは誰かが終わらせなきゃならないんだ。ああ、ここだ。その犬になり下がった隠し刀、お前も我が片割れへの鼻向けとしてくれる。かと見ておけ。やめろ。さすがあやつの弟子よ。隠し刀の真髄はこんなものではない。その末路がこのざまとは。わしも今そちらへ参る。楓、あの世ではずっと片割れとして。幕府は日の本のためではなく、幕府を維持するために祭りごとをやってきた。その結果クロスの悲劇を生んだ。いらぬのかもな、そんな幕府なら。だがならば誰が今の日の本をまとめる。あんたには今までいろいろ面倒をかけてきたが、これで一区切りついたよ。因果な仕事につきすまなかったな。礼を言わせてくれ。まさかあのじいさんとはだいぶ違うさ。あんたは己の意志で進むべき道を選んでいる。これから日の本がどうなるか、何が起こるか、俺だって全てが見えているわけじゃないが、あのようなものを生まないため、俺は将軍としてできることをやってみる。あんたも志半ばで死ぬなよ。
おかえり。お腹減ったでしょう。やあ、お帰りなさい。話を聞きましょう。満足しました。どんなことで？まあ聞いてください。しかし横乱世よ。どんなことです？ええ、危ない連中第一。承知。
知られたか。体に効くしかある。邪魔をするな。わけにはいかない。君はあちらで話そうか。君があの女を追い払ってくれたんだね。心から礼を言うよ。優しい人だな、君は。私はロバート・フォーチュンという。何かお礼をしなければ私の気が済まない。どうだろう。君が言うならそうしよう。実際には何をすればいいんだい。君は彼女の知り合いか。必要なだけ進呈しよう。レモンなら解決病の予防のため樹木を育てているんだ。後で箱に詰めて彼女の元へ。ところで鑑定。どう？フォーチュンさんは大丈夫だった？レモンのことも聞けた？ああ、万事うまくいったということですね。これでコロリの患者のための飲み物も作れる。すべてあなたのおかげです。本当にありがとう。患者さんのためまたあなたの手を借りることがあるかも。その時はどうかよろしくね。